ちゃんの書を使うのかな。あの花出すんですかね。え、待って、みんな2位やね。わ、まだだけブブブブすごい。一人弱い人いて草。いいな、ラッキーセブンだった。わ、一人弱。2位、いいね、2位。ね、いいね。僕だけラッキーセブン。言えてない。言えてないよ。全然決まってないよ。みんな2だけど、僕だけラッキーセブン。全然言えてないよ。全然言えてない。いやー、これちょっと、一人弱い人割れたら負けるな、これ。いいね、おー。いや、2位のサンドイッチですね、沼さん、これ。あ、ほんとだ、2位に囲まれてる。あ、7、3人に囲まれてますよ、僕。ほんとだ。あ、ほんとだ。3人に。これ2足す2足す2で、7。いいね。いや、違いますね。ええ、いいね。足して。2足す2。足して、ようやく沼さんが1人できる。あ、多分できないかな、6なんで。え ?2 足す2。え2足す2足す2で6。6。あ、あれ、あ、7。僕7。僕7。あ、6な、あれ。足しても僕できない。あ、また沼さんが弱いってこと ?7 位。そういうことじゃないです。タゲチェン、タゲチェン。いやー、僕来たなー。僕来ました。思います。アリーさん、真ん中のキーすんですよ。わかりました。でも2位としてここはね、キャリーします。そうですね。2位なんで、ちょっと。任せてくださいよ。まあ、2位としてね、やっぱり2位らしいところをね、お見せしますよ、沼さん。ああ、上に行ってるー。こんだけね、言ってね、ダコチェイスはマジで、うちだけだから、ほんとに。やばいな、フラグにしか聞こえないな、どうしよう。フラグじゃないかな。ほいー、あ、アイス、ほんとにしてる。よいしょー。で、墓と、再発2回絶対ダメです。フリ？え、絶対にダメです。フリだね。OK。いや、フリーじゃないです。OK、 測った最初に2回いきます。いや、ダメ、フリーじゃない、フリーじゃない。そういうことやん、もうそういうことじゃない。気持ちかー、ごめん、これ話変わった。今、東京駅、東京駅。いやー、気持ちかよー、くそー。これ、速球ありなんですよね。あ、いいですね。あ、でもなんか、釣らない。あー、それはうまいな。うん、あり、いいですよ。いやー、速気持ちかー。速球からの、はい。リーさん、板僕倒すんで。あ、わかった。真ん中の木。やりました。板倒せない。あ、オッケー、板倒せる。オッケー、もう距離取れちゃいますね。墓場まで行きます。皆さんありがとう。はい。本当に、感謝。感激。いきまーす。え、タックル入れてくれたんですかね、もしかして。決めました。えぇー。これだいぶ伸びるかも。うん、墓まで行ってる。オッケー、医師が無限に壁してくれてる。おお、小説さすがに無理、さすがに無理。これ、海賊僕で行くかもしれない。だね、だね。これあれか、すごい、何かこれもしかしてこれ。これすごい、あ、なるほど。これあの二人じゃない？あの二人かもしれない。あの、かの有名な、そう、かの有名な。うわー！で、この間に回復、うわー、やば！やば、強すぎる、これ。もう強引すぎ。いや、強引すぎ。あ、タゲできちゃう、タゲチェン、タゲチェン。うわー！この二人大好き。もう、この二人やばいな。この二人のファンです、僕。I love 石&女性とか。戻りましたよ、また。私は君、あなたを愛しています。やばい。そのコンボすごいですね。さすがに2位だね、ほんとに。うん。いや、すげえ。その強引、強引なプレイ、取れちゃうな、ほんとに。うわぁ、また入れちゃって。ただ、学校前神経回しちゃおうかな。取れてまうやろ。懐かしい。久々に言った。久々に聞いた。久々に言った。いや、すごいって、ほんと、その強引なプレイ。やばくない？ほんとに。あれは惚れてまうなぁ。やばいよね、やってること。ね、なんか二人いてって大丈夫かなと思ったら、そういう作戦だったんですね。ね。普通にぶち切りますよね、ハンターやってて、それ、されたらね。おいってなって。うん。真ん中の真ん中引き継ぎ？うん、真ん中引き継ぎ。はい、わかりました。引き継ぎます。
小説家さんが少しだけ頑張ってくれれば大丈夫。うん、了解です。いや、でも当たりますね。はい。いやー、すげえ、ほんとに。あの1プレイで決まったもんね、試合が。うん。ほんと。そこ回復できたらもう、うん、もう勝ちですよ。すごいなー、幸せだなー。あと4割。あと4割。電車が学校前から、学校前からな、ゲート前。5万円。はい、僕が行く。ワンド、うわー、うわー、なるほど。寸止めでしたっけ、もう。いや、まだなんですよね。まだか、了解。離れてくれさえすれば、医師が待機してます。もう、いつでも僕、私があげるわって顔で待ってます。あ、沼さん、あと2割だよ、頑張って。あと2割、いけるかも。あと2割、あと2割。あと2割、壁なり。魂、回避。まず魂、前に、僕、前に。いや。OK。魂さーん、はい、いや。OK、殴れ、寸止め。OK。あ、僕、また離れます、そこ。うん。ダメ、じゃあ。ゲート前しちゃうか。OK。カモーン、レッツゴー。沼さんいた。はい。あ、僕いた、回せる。僕のステキが、火を吹く。お火を吹くぜ。火を吹くの言い方が火を吹かなそうでしたけど、大丈夫です。僕のステキが火を吹くぜ。完全に刺さってるぜ、これ。さあ、ナイス。小説家さん大丈夫かな。小説家さん、大丈夫、もう、とっくに層に空いてる。うわぁ、最後にそんなお茶目なこともして。いやー、最高です。ありがとう。S ランクですよ、しかも。すげえ。もう本当に絵に描いたような全員で連携でしたね、この試合。ね、完璧でしたね。もう全員がこんなに活躍するってぐらい、すごかった。やばいなぁ。いや、入れ替わりのそれ、すごいですね。ね、入れ替わって回復、やばいね、ほんと。変わって回復。これはすごいわ。楽しそうだな、その2人のペア。ねえ、さすがでしたね。うん、ねえ、でも結構連携取るの難しそう。ね、難しそうだ。2人でせーのってやんないと。ね、うん。楽しそう、でも。あるかな。小舟ないね、小舟なし。おーっと、インジャー。あー、インジャーか、インジャーダメだな、僕、触んないでおこうかな。どっち行ってますかね。汗触んないでおきますね。はい、ちょっと、誰かが追われるまでは。わかりました。ね、追われるもんね。あ、真ん中行ってます、真ん中。真ん中。引き返してきた。よし。あー、沼さん、ナイス、回さないの偉い。偉いなー。で、まだ真ん中から、ETC の方行ったかな、回す、はい。はい、了解です。あ、僕の来ました。はーい。でもね、いいですね、D さん回してないの。いや、回してたんだけどね、なかったの、あれが。うん、あ、なるほど。そう。どうか。こうやチェイス。はーい。鬼没は何秒ですか、あと。鬼没は。溜まってます。待ってるか。うわ、ちょっと賭けに出ちゃった、ごめん。あー、気持ち入った。ラッキー。え、外しました。ちょ、避けた。あ、避けた。ナイス。いや、避けちゃったなぁ。いやー、なんかね、そんな気がしたんですよ、鬼没来るなって。え、気がしました。うん。で、なんかだいぶ、そう、鬼没が外れるような動きをして、負け方系に刺さったと。すご、完璧な気持ちよけだ。いやー、それほどでも。なんか、嘘っぽいなー。え、何言ってんの、嘘っぽいなー。何言ってるか、わかんねえ。うまい、ほんとにうまい、もう。ボレボレする、自分のプレイに。え、だ、奇抜吐いたら。ほんとにうまい。ライブダウンしないよ。マジでしょ、竹陣。いやー、ほんとにこれはね、1位、泣きペイロ1位のプレイだわ、ほんとに。うますぎる。無傷で生還いたしました。
沼さん、私は。いやーすごいですね。やりました、沼さん。すごすぎる。仕事避けがやっぱ全てでしたね。ですかねー。あれ避けたのでかかった。相手がミスっただけなんですけど。うん。何をミスったんかーい。今日、なんなら恐怖でした。あと 1メートルずれてたら。なんかそんな気はしてました。すごい危なかった今の。上あー、僕に。オッケー、僕、なんだっけ、こうやって、なんだっけ、その、付き合いカップルがまた、出会うこと、なんて言うんでしたっけ。倦怠期？あ、違う。なんか、再婚じゃなくて、なんだっけ、再び付き合うこと。再カップル。いや、絶対違う。あ、復縁。再付き合い。復縁だ。復縁しました。あ、で、また別れました。復縁して、やっぱ違う、私たち合わないよねってなって復縁し、また。絶縁はやりすぎ。絶縁はやりすぎ。悲しいな、付き合ってたのに、絶縁になっちゃったら。別れましたね。やっぱ私たち違ったのね。破局？あ、そう、破局。あれ。破局。かわいそう、破局。お、なんか、あ、そうか、忍者だからか。回ってるんだ。忍者って便利だね。他の解読権もある。ね、それが嫌なんだけどね。うまくいってるときはいいよね。うまくいってるときは。てかは、海岸ゲート前。てか、海岸ゲート前。いいの寝ちゃって。うまい。おお、肘当て。ニアピン賞。ニアピン賞はまた違うか。一番いいの出た。一番いいですか？一番いい。あ、でも一番いいかも、確かに。ロボとか別に出てもあんまいらないですよね、今は。ねえ。そうだよね。ん？冒険家がちっちゃくなってる。いいね。誰も割れてないですよ、今。あげちゃってもいいよ。あげちゃおうか。あげちゃってもいいですね。あげちゃいましょう。はい。で、海岸ゲート開けます。あんたどこ？うん。あげれる？うん、あげれる。よっしゃ。ほぼノーダメ2で。ですね。完璧です。誰追われてる？ゲート前8。泥棒。泥棒。オッケー、もう開くよ。もう海岸ゲート開くよ。はーい。あ、鬼没入った。鬼没入った。これ冒険会大丈夫かな？ちょっとわかんない。中間、あー、来てる、冒険会来てる。オッケー、出れる。あ、いた。オッケー。いやー、これは、初動が全てだったなー、ほんとに。ねえ。めちゃくちゃうまかったー。さあ、動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。